富士山の手前に枝葉を広げる松の木を描く江戸時代の浮世絵版画。1831年から33年頃の作。葛飾北斎の富嶽三十六景青山円座の松。石の灯籠のそばでは手ぬぐいの端を子供に持たせて登ってきた男性が富士山を指で指して、築山では男たちが敷物を広げて杯を手にしつつ富士見の宴を催しています。緑色の葉を茂らせた松の枝を支える添え木の間に手足を示す人は落ちた松の葉を掃除しています。長くたなびく霞の手前では密になって茂った笠松の枝葉が丸みを帯びた輪郭を示し、この形とコントラストを作るように富士山が小さな頂を見せる先の尖った特徴的な形を見せています。